はい、皆さんこんにちは。中の人ゲーミング、中の人 A です。今回はね、隠し部屋の作り方第1弾ということでね、ここには実は隠し部屋があるんですけど、ちょっと入ってみたいと思います。ここが隠し部屋になってるんですね。で、これはですね、看板と絵を、使うね、隠し部屋の作り方なんですけど、ちょっとこれ入るときにね、ちょっとだけ擦る感じにしてこう入らないとね、こうなんですか、ダイレクトでは入れないんですね、あんまり。何はともあれね、隠し部屋の作り方をご説明したいと思います。まずね、このように、入るスペースを作り、看板を置きますね。何か書く必要なくて。で、看板を置いて、そしてここにね、ここら辺を狙ってですね、適当に。これ絵はね、ランダムなんで、サイズは。どうなるかっていうのは難しいんですけど、適当にですね、何回かですね、絵をカチカチやってですね、こんな感じでね、スカイリム。おー、良さげだね。こうやってね、入ることができると、いうことですね。こうやってね。これね、トリセツには書いてないというかね、スカイリムトリセツありませんけど、こうやってね、隠し部屋作ることができるんでね、ぜひ皆さんもね、隠し部屋こうやってね、作ってみてはいかがでしょうかというわけですね。この動画ね、ではね、これで終了なので、この動画気に入っていただけたら、いいねとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。以上、中の人ゲーミング、中の人 A でした。